んちゃー。はい、今日ご紹介するのはこちらでございます。はい、スコットランドの22モデルの22、23でいいのかな、モデルの、レプリカジャージのご紹介でございますが、だだよ、クオリティが高い、いちいちもうね、この辺見えないでしょ、お尻が入ってるの。ちょっとキラキラしてる。見えてる見えてる見えてるとか、こっちとか、こことか、あ、これ、それ渋いかも。ここ入ってるの、ベスタブルシー、ジャージなんとかって、もう押しが入っ、押し、マクロン得意ですよね、押し入れてくるっていうの。押しって、あの、あれじゃないですよ、こういう、これじゃないですよ、この押しじゃないですよ、オタクの推しじゃないですよ。あのこうなんていうの、プリントしているようでしかないっていうか、こうエンボス加工っていうのが入ってるんですね。でこのもちろんレプリカだけど刺繍でね、スコットランドの国旗入ってますけど、これほんとね、ちょっといいよ、かなりこういう感じで。これほら言ったけど、ここにスポンサーロゴですよね、うん、何でしたっけ、これピーター・バーディー、はい、ピーター・バーディー、分かんないですね、呼び方は分かんないが、これ何のガチャじゃん、復習して、古い車ユーズドカーネ、いやいや、まあまあまあいいや、あの車のね、中古車販売ですよね、の会社が入っております。ちょっとね、かなりクオリティフラット高いんで、ちょっと一回脱いでご説明します。はい、脱ぎましたとですね。まずですね、何でしょうか、まずまず言いたい、まあさっき言ったけど、押しのところが、エンボス加工のあれがデザインが非常によろしいですよね。それでこれさっき見えなかったけど、1873なので、スコットランド協会できたらね、あ、それ協会マーク、そう、エスタブリッシュ1873っていうのも入ってますよね。あとこのスコットランドのロゴね。あとね、細かいこと言ったら切れないんだけど、まずこの襟あるじゃん、まあ毎回ありますもんね、あるけど襟が縫われてる、できないんだ、広げられ、ここはもう立てられない、折れない、こっとこうと、もうじゃん、そこの後ろ側も、あ、無理なんだ、もうこれはこういう状態で使ってって、ね、襟で遊ぶなというね、遊びます、襟を遊びない。あとね、この例えば内側、このテープの部分、ここはもうスコットランド、スコットランド、ロゴ、スコットランドですね、こういうの、こういうのをね、用意するのって結構高い、それを用意するだけで、まあ、これで変なんですね、こうブーってテープ状になってるけど、これで何万メーターとか買うんじゃないか知らないけど、でどんどんこうやって縫っていくわけですよ、いろんな商品に対してね、うん、こういうとこですよ、この襟のここ、あ、合わさる部分のこのこう、そうしスティッチ感、これはいいね、高クオリティが高いくて、それ多分そこはさっきも言ったけど、このスコットランドロゴ、スコットランドロゴって紐があるわけ、はい、だけどこれをわざとちゃんとスコットランドっていうところだけ切り抜いて、ここで縫ってる、うん、ここはわかる、うん、あの L から始まったりもしないわけよ、そういうところよ、そういうところはこだわりを見せてるよね、非常に、まあまあまあ細かいことだけど、これ大変なんですよ、例えば中国の、まあ、中国人が悪いわけじゃないけど、中国の工場で多々あるのは、そういうの言っても同じテープしようとかって、別にここをスコットランドにする必要ないじゃんみたいな、端から切ってこの長さ縫ったりするわけ、そういうところがあのちゃんとね、あのクオリティコントロールをしないとうまくできないのが中国の現状ですよね、残念ながらね。こんなこと必要、みんな必要か、ほとんどの人は関係ないですよね、この今の話は。あとね、あと言ったじゃん、お洋服、前もう何度も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 言ってるかもしれないけど、お洋服はですよ、簡単にピッとボタンを押すとイーンとかってできないわけですよ、うん、普通に考えて、もうこれ工作と同じなわけですよ、はい、いいですね。だから一番簡単なのはこの T シャツだとしたら、 T の生地を前と後ろで縫い合わせもできるね、はい、まあ、そんなことないけど、がこうこうやって折り返して縫って穴開けるできるじゃん、そんな、まあ、すごい簡単シンプルなのもあるけど、シングルってみたいですね。例えばこのジャージとかに関すると、こういう縫い目があるじゃん、はい、こういうとこ全部この縫い目で、例えばここはこの、ま、正方形かな、まあ長方形か、これ1枚あるわけで、ここのここに関してはこういうふうにこうやって切った、こういう細長いこういう生地があるわけで、これを全部ですよ、1個ずつ縫い合わせていくわけですよ。そうするとこの1枚のジャージができるんだけど、例えばこの脇の下とか、この今エンボス加工のデザインが、はい、これがこの裏側よ、
この内側って汗かくエリアっていうのは、ね、脇の本当脇の下ってこと、脇の下ってまた違う布なのよ。そうそう、ここを入れ替えなきゃいけない、うん、ギュッてできないわけよ。そういうところよ、めんどくさいっていうか、もうあとこの 脇の下から脇にかけてまた違う布ね、ここね、うん、すごいことですよ。これはこれを作るのは至難の技ですよ、至難の技。まあもうもちろんプロがやってるからすごいなって思うけど、これすげえなって思うよ、うん、本当にこういったから。で確かにね、おっしゃる通りっていうか、マクロンさんって結構これがこれなんですよ。これは高い、そう、もう今世の中ね、なんでもかんでもなんか値上がりとか言ってるけど、そういうレベル次元を超えたこれなわけですよね。まあまあだけどね、なんだろう、俺スコットランドファンだったらもう欲しいんじゃないかな。あ、逆になんか8000円で売ってるオールブラックジャージかっこ悪くないみたいな、俺のジャージは2万だぜみたいな、マクロンだしみたいな感じだと思うよ、正直な話。それぐらい、まあ、クオリティなんかなんていうの、別にどの商品も別に俺あの悪いとは思わないけど、あのそれぐらいの価値があるというか、結構クオリティが高いジャージだなっていう気はしております。でね、でもう一個じゃんけん、このジャージは、2223モデルって言ってさ、今年の着てたのかな、もう今年のシックスセッションも着たのかな、着てた、着てたんで多分、ごめん見て、ごめんちょっとサードちゃんすいません、だけど多分着てたと思う。で来年のシックスセッションってワールドカップ前にあるからね、それでも多分着るわけだけど、ワールドカップはこれじゃないってことだけはもう確かに、このジャージではない、ワールドカップは。いいですね、そのデザインは。まあまあデザインも違うし、まあ、まずワールドカップはこのスポンサーでやらないから、いいですね。ワールドカップもう一回おさらいすると、ワールドカップっていうのは絶対スポンサーロゴは入っちゃいけないから、各チームともこういうの入ってる、例えばリポビタンでも入んないからね、日本だとね、なしで、大体チームロゴが左に入ります、いいですね。でここにワールドカップのロゴが入るわけ、うん、ないない、今ねワールドカップのロゴが入ります。でメーカーロゴは胸の下、ここ、そうだっけ、そうです、絶対大体そのパターンです。たまーに例があるかもしれないけど、大体ほぼ全部そのパターン、あのチームロゴ、ワールドカップロゴ、メーカーロゴっていうパターンのジャージが出るからね、絶対。でしかも俺はそれ見ちゃったんだけども、あのぶっちゃけて話すると世界で一番早くあのデザインが出てきたのを、うちにとってね、出てきたのはスコットランドでした。うん、あもう出てる、来年のワールドカップモデルで、うん、あのもちろん見せられませんよ、うん、この辺にウィッとかでワイプ出たりとかはしない絶対しない、ブブーでしょ、絶対しないけれども、一言だけ言わせてもらうとかなりシンプルです、うん、これだけ覚えててください。かなりシンプルモデルのジャージが出ますということだけ頭に入れてる。もしかしたら、あ違うな、まあ言ってもいいだろうな、これぐらいまでな、襟もない、あ言っていいのそれ、いいでしょ別に、だって言ってないもん、だってデザインはこんなですよ、ね、襟はこういう襟はないんでしょ、こういう襟ではないことだけは確かです、これは別に大丈夫ですよね、うん、何大丈夫と思うよって言ってもらうじゃん、ないないと思うよみたいな感じとか、ちょっと逃げとこうかね、はいはい、というわけでですね、今回のレプリカジャージに関してはだから、来年の祝戦争は間違いなくこれ来ますと、ただワールドカップはこれ来ませんのでご注意くださいということが1点と、あとごめんなさい、俺サイズ言わせたけど、私着たのは前回同様とか他のやつ同様、海外サイズ S です。でこれマクロンジャパンさんが入ってきてますけれども、表記は海外表記なのでご注意くださいね、私が S ですよ、うん、いつも私は日本サイズだったら M だけどね、海外サイズの S を着てちょうどいい感じでございます。カットに関してはそんなにタイトフィットとかじゃない、これレプリカジャージなんで、普通に ゆったりっていうか、なんていうの、キュッとはしてないね、選手用ではありません。あとねこれほら、もう最近もうほぼほぼっていうかもう間違いなくなってるよね、エコファブリックマクロンって書いてある、なんかなんだっけ、ついてる、あついてた、ついてた、あこれ エコファブリック、うん間違いない間違いない、エコってるやつ、あったあった、あこれね言ったじゃないですか、はい、もう覚えてるかどうか質問しますよ、はい、ジャージを作るのにペットボトル何本使ってるでしょうか、26、ブブー、いいとこ言ってるけどね、2枚作るぞ、13なの、イエス、あれは27本とかじゃない、13って書いてあるもん、シングレットが12だっけ、
なんか袖の分ちょっと少ないんだよね確か。じゃあ20。エコファブリックはエンバイロメンタルフレンドリーマテリアなので 100% made of リサイクルペットボトルなので、ペットボトルでもリサイクル素材なので、 and certified by global recycled standard、 あ、まあ世界的な水準に達してますよということでございます。 500ml のペットボトルが13本、Each garment produced an average of、 average も平均ね、 average of 13.5L bottles are recycled ってことですね。わかります言ってること。ちょっとね、日本語の内容入り混じってつまりでしょ、平均で、平均でですよ、13本の 500ml のペットボトルを使ってこれが作られていると、あの生地だけだよというわけでございます。まあまあいいですよね、そういう情報を出してくれた方がね、いいかなっていうふうに思ってますけどね。これ、まあ、ライフビー界はそっちの方向に行かないといけないかなっていう気はしております。はい、いいですね、最高ですね。マクロンさんといえば、あとだからどこだ、ウェールズ、イタリア、イタリア、レフリー、ワールドカップの時6カ国がある。あとどこだっけ、どこか増えたってどこだっけ、ジョージア、ジョージア、ジョージ、もしかしてこの前のポルトガルだっけ、最後クオリファイしたよね。アメリカそうじゃなかったっけ、なんかヨーロッパっぽい、変わったんじゃなかったっけ、アメリカ、カンタビリカ、ちょっとごめんなさい、調べますね、次回までに。6カ国もあんだって。でもマクロン来てるよね、かなり来てる。あとレフリーもそう、レフリー、あと一般アパレルね、もう前も言いましたけれども、そちらもマクロンスが出てくる予定でございます。はい、というわけでですね、今日ご紹介したのはこちらのレプリカジャージのご紹介でした。よろしければ見てみてください。あ、いいです、大丈夫です、はい、見てみてください。では